本特別枠 PC エンジン100物語、本当にあった怖い話、136、37、38、39枠目。2個目さん、サンジュさん、黒金さん、コーヒーさん、6個目さん、シャトルさん、いらっしゃい。はい、それでは今晩もね、やっていきましょう。恐ろしい話を見ていきましょう。8個目さんいらっしゃい。やだなぁ、怖いなぁ。11個目さんいらっしゃい。さあ、なかなか、タイトルが出ない。コーヒーさん、ありがとうございます。あ、出ましたね。はい、第22話からですね。22話ですよ。はい、じゃあここ行きましょう。はい、14個目さんいらっしゃい。アランプロソさんいらっしゃい。伝染性怪現象、千葉県、ペンネーム常夏娘さん。ペンネームはね、はい、明るいですけども、常夏娘ですけども、はい。お、ヘッドホン推奨ですね、これはね。シャトルさん、ありがとうございます。美里夏美真奈美の3人は中学時代の同級生で、とても仲の良い友達同士だ。これは彼女たちが中学生の頃に体験した不思議な出来事である。ことの始まりは美里を襲った不思議な出来事だった。ある日の夜、美里がベッドに入り、うとうとしていると、どこからか小さな声が聞こえてきた。地獄の底から響いてくるようなその笑い声は、次第に数が増え、美里の周りを取り囲み始めた。いや、やめて。怖くなった美里はベッドから飛び起きようとしたが、体がピクリとも動かない。金縛りにあってしまったのだ。隣の部屋からは両親の話し声が聞こえてくる。必死に助けを求めるのだが、彼女の口は開いたり閉じたりを繰り返すのみで声は出なかった。翌日、学校で美里は夏美にこの体験を話した。夏美は面白がって聞いていたが、それほど怖がるわけでもなく、他人事と思っているようだ。クラブの練習を終えて家に帰る頃、夏美は美里に聞いた話などすっかり忘れていた。その夜、疲れていた夏美は横になるとすぐに寝てしまった。不気味な笑い声が聞こえてきて、夏美は目が覚めた。これって美里が言ってた話と一緒ということは。体を動かしてみた夏美は、案の定金縛りにあっているのに気づき、恐怖感に襲われた。笑い声は数と大きさを増し、夏美の周りを取り囲んでいく。お願い、私の体動いて。夏美が何度も念じていると、突然金縛りが解けて、笑い声も嘘のように聞こえなくなった。夏美は一睡もできずに朝を迎えた。美里と全く同じことが私にもあったの。夏美は学校で恐怖の体験を美里と真奈美の前で詳しく話した。美里が苦笑しながら言う。私が話したから、まさか伝染したの。じゃあ次はマナミの番。やだ、やめてよ、シャレになってないよ。冗談のつもりで話していた3人だったが、まさかこの夜マナミが同じ体験をするとは想像もしていなかった。翌日、青ざめた顔でマナミが言う。私にも怒ったよ、二人と全く一緒だった。美里と夏美は思わず顔を見合わせてしまった。じゃ、やっぱり伝染するの？マナミで終わりにしようよ。そうだね、マナミ。もう話しちゃダメだよ。うん、わかった。絶対に言わないよ。その後、彼女たちには何も起こらないが、この話を聞いてしまったあなた、今夜は気をつけて。皆さん、聞いてしまいましたね、この話を。ということは、マナミちゃんが誰かに話したんだね。
はい、どんどん行きましょうか。パトランさん、ありがとうございます。29個目さん、30個目さん、ワッチさんいらっしゃい。テラ生まれさん、ロイヤルデューティーさん、ありがとうございます。森さんが1番さん、10番国さん、40個目で、ね。さあ、どうよし。途中から見たのはね、どうなのかな。クロムデさんいらっしゃい。学校の七不思議。はい、理科室、音楽室、体育館、トイレ、教室、まあ、教室が一番怖くなさそうなんで教室行きますか。47個目さんいらっしゃい。教室、生徒と生徒が触れ合い、先生との交流の場所。そんな場所に心霊現象なんてあるはずがないのですが、この学校にはあるんです。こんな噂話が。この学校の4階にある3年 F 組の教室には、朝先生が出血を取るとき、欠席のはずの人のところではいと返事をしたり、授業中先生の質問にも誰も答えられないとき、はいと手を挙げるはいこさんという例の噂があります。彼女はいつも教室の隅にいて、休み時間や放課後の生徒たちの会話にもはいはいと参加してくるそうです。その姿を見た人はいませんが、卒業式の後に教室で写真を撮ると写っていることがあるそうです。本当でしょうか。ここは一つ確かめてみることにしましょう。怪しいと思う場所にピントを合わせてシャッターを押してください。右側の左側、黒板と左真ん中右とあります。はい、どこに、シャッターチャンスがあるんでしょうか。じゃあ皆さん、アンケートコーナーのお時間です。はい、皆さんがカメラマンだったらどこを撮りますか。右側これですね、ここの暗い影のなっているところ。真ん中は黒板です。黒板のちょい下あたりでしょうか。左側は教壇の前あたりですかね。教壇の前あたり、この3箇所ですね。はい、行きましょう。怖いなぁ、どうしよう。デケデケデン。劇者ボーイだったらどこが高得点ですかね。左が怪しいと。皆さんね、じゃあ左取りましょう。左を、ここですね、ここですね。お、何か変なものが映っていますね。骸骨が映ってる。これがハイコさんかどうかは分かりませんが、とにかく早めにここから出た方が良いみたいです。音楽室の亡霊祭です。心霊写真には害があるものもあり、ひどいものになると写真を見た人にまで霊障として被害を与えることがあります。もしかするとこれもそんな写真の一枚なのかもしれません。気をつけてください皆さん。はい、音楽室も亡霊がいますね。はい、いくらにも出てきますけども、はい、61個目さんいらっしゃい。火葬場で見た煙、愛知県 KS さん。皆さんは火葬場ってどんな場所か知ってますよね。そう、死んだ人を焼くところです。これは私の友人が目撃した話なんですが、友人が親類の告別式に行った時のことです。式が終わり火葬場に着くと、棺桶はすぐに豪華のかまどの中に入れられます。そして1時間半くらいで人の体は燃え尽き骨になります。
友人はその待ち時間中に煙突から出る煙を見ていました。一つ、二つ、一つ、二つ、一つ、二つ。棺桶の形をした煙が二つ、煙突から登っていったそうです。不思議なことって本当にあるんですね。棺桶です。豆腐じゃないです、ね、羊羹でもないです。よしのりさんいらっしゃい。じゃあここ行きますか。それだけですね、はい、まあ棺桶の煙が出ていったという。皆さんも煙に注視して見てはいかがでしょうか。シンプルな話。瞳の封印。東京都高橋真理香さん。真理香、真実の世界。私は24歳の OL。 実は私には不思議な体験があり、今もその記憶を持っています。その記憶とは赤ん坊の頃の出来事なんですが、私は赤ん坊の頃夜泣きがひどく、とにかく勘の強い子だったそうです。そして毎晩のように大声で泣き、母や祖母を困らせていました。マリカ、マリカ。私はいつものように泣きわめき、母は泣きやむ気配を見せない私を横目に困り果てていました。ああ、よしよし。それから数十分、私は狂ったように泣き続けました。その泣き声に目を覚ましたのか、祖母がやってきました。あ、今のは祖母じゃなかったな。よしこちゃん、毎晩これじゃ大変でしょう。いえ。それに最近この子は普通じゃないよ。明日にでも拝み屋さんに頼みに行こうかね。すみません、お母さん。そして翌日、私を拝み屋という霊媒師の家へ連れて行きました。拝み屋さんは私の顔を見て、なるほどと言ったような顔をして息を一つ吐きました。初めて見るよ、こんなに勘の強い子は。これじゃ毎晩大変じゃろな。はい、どれ、じゃあ早速勘の虫を送るとするかね。拝み屋さんは何やら大きな木の箱から筆と赤い液の入った瓶を取り出しました。そして筆にその液を染み込ませ、私の手のひらに妙な文字を書きました。すると爪の付け根の半月部分に白い点が現れて、あっという間に爪全体を埋め尽くしました。その後、なんて表現したらいいかわからない糸のようなもやが爪と皮膚の間から立ち上り、しばらく出続けた後消えました。本当にこんな勘の強い子は珍しいね。後継ぎに欲しいくらいだよ。そうなんですか。マジで考えてみないかい。いえ、一人娘なので。それはでは、瞳を閉じてしまおう。瞳を。私くらい勘が強い人間は、普通の人が見てはいけないものや見なくてもいいものが見えてしまうのだそうです。拝み屋さんが言う瞳とは第三の目のことで、普通の暮らしを送る私にはまさに無用の長物だったのです。拝み屋さんはまた同じように私の手のひらにさっきとは違う文字をいくつも書いていきました。指先からは大量の白いもやが出ていきました。その間、痛みなどの感覚はなく、多分母や祖母にはその白いもやは見えていなかったと思います。でも私はここまでの出来事をはっきりと覚えています。嘘だとお思いでしょうが、以前母と話した時に私の記憶が正しかったことが分かりました。その後、私の夜泣きは嘘のように止まり、現在まで何事もなく幸せに暮らしています。でも本当は怖いんです。なぜ赤ん坊の頃の出来事を今も克明に覚えているのかを考えると怖くてたまりません。だからというわけでもありませんが、私は夜の墓場の近くには絶対に行かないと決めています。特に理由はないのですが、でもなんだか閉じてある瞳が開きそうで、サザンアイズですね、はい、79個目さんいらっしゃい。
69個目されて、赤ん坊の、そうなんですね、記憶があるということで、赤ん坊の頃の記憶がないですね、さすがにね。じゃあここ行きますかね。まあ平凡な人でもまあね、めったに夜の箱場に行くようなことはないでしょうけどね、肝試しとかじゃない限り。勝田俊樹さん、ありがとうございます。写真に残る悪霊、東京都 KE さん、84個目さんいらっしゃい。私がこれからお話しする内容は設計の仕事をしている母から聞いた実話なのですが、私はこの話を聞いて自分の将来がとても心配になりました。訳は最後まで聞いてくれればわかると思います。まずは話を聞いてください。ことは母の友人が母の仕事場に訪ねてきたことから始まりました。母は自宅から少し離れた場所に仕事場としてマンションを借りています。母の友人がそのマンションに来たのはお昼頃だったそうです。その人は一枚の写真を母に手渡し、震えながら要件を話し始めました。実はその写真には霊が取り付いていたのです。なぜ母のところに来たかというと、母は幼い頃から霊感が強く、普通の人にはない第三の目を持っているからです。実際に見たことはありませんが、母は今までに数多くの霊現象を体験しているらしく、霊に関する対処や処理の方法をよく知っています。今回その母の友人が来たのもそんなことからだと思います。母はまずその写真を見てから話を進めることにしました。その写真は海をバックに岩場で撮影された写真でした。よく見ると空には人の顔があちこちに映っていて、岩場のあたりを睨んでいました。母は詳しくその時の状況や雰囲気などを聞きました。しかしその人はその写真の話はしたくない様子で言葉を選んでいました。そして最後には母に写真を押し付けてさっさと帰ってしまったそうです。母は仕方なくその写真を預かり、そのまま仕事に戻りました。その日は仕事が忙しかったのか、夜の8時になっても母は家に帰ってきませんでした。結局その日母は帰りませんでした。母はそれから午前1時ぐらいまで仕事をしていたそうです。本当は家に帰るつもりだったらしいのですが、仕事が思いのほか忙しかったのと、昼間預かった写真のことが気になったため、その日は仕事場に泊まることにしたそうです。しかし母の行動とは裏腹に、仕事の能率は上がらず気分も悪くなる一方でした。原因は多分その心霊写真だと母は感じていました。そして母はとうとう仕事を断念して午前2時過ぎに布団に入りました。けれどいつまで経っても眠れることはありませんでした。それどころか目を閉じることもできません。それは昼間から母の周囲にまとわりついている強い霊気が霊感を刺激していたからです。母は体を起こして一つ息を吐きました。母は机の周りに強い霊気を感じました。ふっ、間一髪でした。母はなんとか飛んできたコンパスを裂きました。母は来たと思ったそうです。それと同時にこの霊気がかなり強いことを確信しました。なぜなら母はその瞬間に金縛りにかかっていたのです。というのも母はよほど強い力がかからない限り金縛りになることはないからです。仮にかかったとしても解く方法を知っています。けれどもこの時ばかりは何をやっても金縛りが解けることはありませんでした。逆に母は壁側に押し上げられ身動きが取れなくなっていました。そして前を見ると部屋中に置いてある鋭利なものが全部浮いていたというのです。それもすべて母に照準を合わせているんです。けれどそれは次の恐怖への予兆でしかありませんでした。母はすでにドアの向こうにいるものすごく強い霊気の存在を感じ取っていたのです。ドアは静かに開き、そこから出刃包丁がふわふわと浮きながら入ってきました。普通の人ならそう見えたと思います。でも母にははっきりとその悪霊の姿が見えていたのです。手らしき部分で出刃包丁を持ち、母のところへやってくるその姿が、母は何もできないその状況に死を予感したそうです。そして諦めたように目を閉じたのです。諦めてはいけません。じゃ、しごれい様、諦めてはいけません。諦めません。その言葉を教えたはずですよ。え、あの言葉は、あの言葉、言葉。その時
母の脳裏にある言葉が蘇ったのです。詳しいことはわからないのですが、とにかく母は大麻の呪文というものを唱えました。ナモアミホーレンゲー教、ダンマイホーレンゲー教、ナモアミホーレンゲー教、ナモアミホーレンゲー教、ナンマーダー、ナンマンダー、ナンマンダー、ナンマンダー。助かった。さっきまで部屋中に満ちていた強い霊気は消え去り、包丁やその他のものも床に落ちていました。母は力尽きたようにベッドに倒れ、この恐ろしい出来事に混迷したそうです。当然その夜は眠ることなどできるわけもありませんでした。大麻の呪文とは以前に母が見たという金色の守護霊から教わったのだそうです。詳しくは私もよく知りませんが、とにかく母は助かりました。翌日、母は友人を呼び出して写真を返しました。母にはこの写真についている霊を消すことはできないらしく、一時的に封印するのが精一杯などだそうです。本当にこの写真を処分するには霊媒師か高位なお坊様にお願いするしかないそうです。母は自分の知っているお坊様をその人に紹介して、今回の一件からは手を引きました。こうして母は無事に家に戻り、私に全てを話してくれたのでした。母が帰ってきて、最初に私たちに見せたのは笑顔でした。それも疲れ切った笑顔でした。その日、玄関で見た母の姿は今でも私の心に残っています。きっとその笑顔は、私たちを安心させるための母の優しさだったのだと思います。私はその強く優しい女性の姿を、母の笑顔に見たのかもしれません。でも、最近よく考えるのです。母の血を受け継ぐ私は母のようになるのでしょうか。それとも、私はとても不安です。はい、第3の目は、さっきの赤ん坊がね、成長したみたいな、そんな感じ。 Z37 さん、あ、まだった。最後に、母が使った呪文は残念ながらお教えするわけにはいきません。普通の人がむやみに使うと大変なことになるそうです。詳しいことは私も知りません。どうか変な考えや問い合わせは絶対にしないでください。よろしくお願い申し上げます。この件についてハドソンさん、稲川さんに問い合わせすることはね、しないでください、はい。さっき私が唱えた呪文、あれも皆さんね、唱えないでください、はい。さっき私が唱えた呪文、唱えちゃいけませんよ。あれは、いけませんよ。さあ、飛んでいきましょう。次はここら辺消してないですね、ここ。あ、コナミの、もうダメですよ、好みもね。今好みですけど。心霊現象マップ、はい、これは実在の超明治姿見の井戸。高橋名人にもね、ダメだと思います。リポート。練馬区超明治にあるこの姿見の井戸、これは人の死期を知らせる不思議な井戸としての言い伝えがあります。この井戸の中を覗いたとき、自分の姿が水面にぼやけて映ってしまった場合は、覗いた人の死期が近いというのです。実際に覗いてみると、井戸自体はかなり深く、水面のあたりは暗くなるので、自分の姿をはっきり見るのはなかなか難しいのです。言い伝えだと思っていても、これはあまり気持ちの良いものではありません。この場合には、長明寺をお参りすれば難を逃れることができるそうです。長明寺には昔、住職が盗賊に襲われたとき身代わりになった閻魔の石像があり、お参りをしておけば石像が全ての災難を受けてくれると言われているのです。アクセス、自動車環状8号世田谷方面から西武線越して2つ目左約80メートル、徒歩西武池袋線石神井公園駅より約7分。ポイント、恐怖度人玉、雰囲気二玉、目撃例一玉、呪われ度一玉、トータル一玉。あまり怖くないです。はい、ここは
ね、まあ、お参りさえすればね、長明寺さんにお参りすれば難を逃れることができるということで、長明寺の境内の隅にあるこの井戸は別名星の井戸も呼ばれている。はい、学童さんです。あ、ニコニコホラーで長明寺やってましたが、あまり怖くないというところでね。128、ごめんなさい、代わりにみんなの受けてくれるということで。はい、じゃあどこ行きましょうかね。ちょっと上のあたりいますか。ちょっと怖い上のあたり。呪いのこっくりさん、東京都丸山千恵さん。私が小学校5年生の時のことです。当時学校全体でこっくりさん禁止令が出ていたんですが、禁止されるとかえってやってみたくなるものです。私は幼なじみで霊感の強いマサルちゃんにやり方を教わり、当時にしてはかなり本格的に準備をして実際にやってみることにしました。そして放課後、3人でこっくりさんを招きました。こっくりさん、こっくりさん、汚なものが開いています、どうぞ置いてください。10円玉は私とマサルちゃんの指を乗せたままスイーと歯胃の場所へ移動しました。キャー、信じられない、これ本当？うん、質問して。私は緊張していたのかわけのわからない質問をしました。すると10円玉が文字盤の上を滑るように動き出したのです。その光景を私たちの後ろで見ていたヒロちゃんは興奮して教室中をドタバタと駆け回っていました。声をかけた私たちに目もくれずに。すると10円玉が質問もしていないのにものすごいスピードで勝手に動き始めたのです。こらすこらす、だ誰をですか。ひろこひろく。10円玉の動きを追いながらその文字を読んでいるうちに私たちは声が出せなくなりました。ひろちゃんも後ろで震えています。私はなんて言葉をかけたらいいか分かりませんでした。けどマサルちゃんだけは冷静にこっくりさんへ質問を続けました。許してくれませんか。いいえ。許してくれませんか。いいえ。許してくれませんか。いいえ。マサルちゃんはしつこく許してくれませんかと質問を続けていました。許してくれませんか。はい。それではどうぞお帰りください。こうしてヒロちゃんは助かりました。霊には強いものと弱いものがあり、こっくりさんなどの奨励法で呼び出される霊のほとんどは弱い霊らしいのです。だから根気よく強気に説得すれば必ず助かるとマサルちゃんは言っていました。私たちは今でもその言葉にゾッとしたことを覚えています。いやマサルちゃんが言って、おっと、まだ話は終わっていません。次の話は本当の意味で忌まわしく絶対にあってはいけないことで、こっくりさん禁止令のきっかけとなった事件です。当時6年生に坂本くんという札付きの悪ガキがいました。その悪ガキぶりはかなりのもので、暴力で給食を奪ったり、掃除中に誰かを閉じ込めたりと様々、時には先生を標的にすることもあったくらい乱暴な生徒でした。何が坂本君をそうさせるのかは知りませんが、同情できる限度ははるかに超えていました。6年1組のクラスメイトたちはそんな毎日の嫌がらせに坂本君を相当嫌っていた様子で、事態は坂本君への仕返し計画へと発展してしまったのです。その計画とは、坂本君をこっくりさんに裁いてもらうというもので、全てはこっくりさんの手に委ねられました。こらせ
殺せって言っても、でもコックリさんの命令だぜ。もし従わなきゃこっちが。コックリさんに参加した生徒たちは他の生徒を教室の外に締め出し、扉にモップを当て教室を完全な密室にしてしまいました。無論坂本くんは教室の中です。なんで俺だよ。おら、コックリさんがお前を殺せと言ったんだ。何？ちょ、マジ、おら、何言ったの？坂本くんを後ろから押さえつけて身動きの取れない状態にして、彼らはこうつぶやいたそうです。お前を殺さなきゃこっちが呪われるんだ。やめろよ、おら、何やつ。おら、教室は異様な雰囲気に包まれ、そこにいた全員は何かに取り憑かれたように何回も殺してやるを繰り返していたそうです。やめろ。これだ。そして坂本くんは何の抵抗もできないままに、その生徒たちから虫けらのように暴行を受けたのです。先生を呼んで。うん、コックリさんが言ったんだ。殺せって言ったんだ。こいつを殺さなければこっちが呪われるんだ。こっちが。早く誰か先生を。殺せ。よせ、何するんだお前たち。ほら、先生は教室の扉をこじ開けて中に入り、この忌まわしい行動を止めました。そしてすぐに坂本くんの状態を確認しました。しかしすでに坂本くんの意識はありませんでした。早く救急車を、急いで。坂本くんは背中に上履きの跡がつくほど踏みつけられていて、後に視力障害が出るほど後頭部を痛めていました。坂本くんはこの事件の後転校して特殊学校へ移ったと聞きます。でも反対にその事件を起こした生徒たちは無事に普通の中学校へ進学したそうです。私はその翌年の春に事件があった6年1組へ進級しました。なんだか子供心にやるせない気持ちでいっぱいになったのを今でも覚えています。確かに霊的なものや自然の魂といったものはもてあそぶべきではありませんが、やっぱり一番大切で恐ろしいのは人の心と判断力だと思います。6年1組の男子生徒たちがマサルちゃんのようにコックリさんを説得できなかったのは残念です。私には殺すと殺せが同じ次元のものとしか思えません。違っていたのは私やマサルちゃん、そして6年1組の生徒の潜在意識だったように思います。マサルちゃんは助けようとしたのに、彼らはこっちが呪われると判断したのです。なんだか悲しいですね。人間が一番怖いというね、ことでした。まあ、坂本くんも坂本くんで、それまでにね、まあ、それだけの、なんですか、暴行やらね、レイプやら、恐喝強盗とかね、いろいろしてたんでしょうからね。まあどっちもどっちかなという気はしますけど、まあはい、さあ行きましょう。どんどん まあ想像ですけどもね、まあね、私を殺した女、神奈川県五十嵐薫さん。あ、これはヘッドホンですね。人はなぜ夢を見るのか。無意識の世界から生まれた夢は心理学の分野で注目され、今なお研究され続けている。がしかし、全て科学で解明できるほど夢の世界は単純なのだろうか。五十嵐薫さんの見た夢は科学的に説明をつけるとすればどういう夢なのだろう。それはクリスマスイブの夜、カオルが小学6年生の頃の話だ。その夜は彼女の友達が泊まりに来ていて、二人は夜中の1時頃まで眠らずに遊んでいた。ちょっともう1時よ、二人ともいい加減に寝なさい。カオルの母に叱られた二人はしぶしぶ布団に入ったが、横になるとすぐ寝入ってしまった。ふとカオルが目を覚ました。時計を見ると夜中の3時頃だ。彼女はもう一度寝ようと思い、右側に寝返りを打ったのだが、その時体が誰かにぶつかった。
カオルは急に怖くなってきた。友達が寝ているのは今彼女が寝返りを打ったのとは反対の左側なのである。カオルは目を凝らしてそれを見た。なんだ、お母さんか。カオルの横に寝ていたのは白い着物を着た髪の長い女の人だった。まだ眠いせいもあってよく確かめたわけではなかったが。何言ってんの、お母さん、あなたの部屋になんか行かないよ。翌朝、カオルに昨夜のことを聞かされた母親は寝るどころか部屋にも入っていないという。じゃああの人は誰だったのかしら。カオルは背筋に冷たいものが走り抜けていくような感じがした。その数日後のことである。カオルはその夜不思議な夢を見ていた。古代ローマかギリシャの人々が着ていたような薄い布を身にまとった自分がいる。両手は鎖でつながれ、両膝は地面についている。暴れようにも全く力が入らない。時代も現代とは違うようだった。わけもわからずうなだれているカオルの目前にキラリと光るものが見えた。気がついて顔を上げると、そこには鋭く光る短剣があった。刺される。なぜか直感的にカオルはそう思った。必死にもがいて逃げようとしたが、両手をつないだ鎖が彼女の自由を完全に奪っている。いやー、やめて。冷たい刃が彼女の胸の皮膚を破り、肋骨の間をくぐって肺の奥まで差し込んだ。だが不思議と痛みがない。吹き出した温かい血が川のように流れ、カオルの体を真っ赤に染めていく。私、死ぬのかなと思ったところでカオルは夢から覚めた。そしてその数日後、カオルはまた同じような夢を見た。自分は前と同じ格好をしている。見回すと見覚えのある女の人が周りにたくさんいた。あなたを殺したのは私よ。青白い顔でにらみつけるようにカオルを見つめていた女がこう言った。カオルははっきりと思い出した。それはあのクリスマスイブの夜、カオルの横に寝ていた女の人だったのである。言いようもない恐怖とともに彼女は夢から覚めた。カオルはその後現実にその女の人をマシの中で見るようになった。私を殺した女がそこにいる。はい、意外とこれ怖いですね。はい、はい、どんどん行きましょう。今度ここら辺に行ってみましょうかね。ボンとね、襲ってくる手首。埼玉県、匿名希望の方。その後どうなったのかがね、ちょっとわからないんですね。あれは晩秋の頃でした。学園祭が終わり、それと同時期に失恋した直後のことです。今にして思えば心理的にかなり不安定な時期だったと思います。いつものように学校から家までの帰り道を少し混んでいる電車に揺られながら帰りました。その日は部活が思いのほかきつくて少し疲れていました。でも本当に疲れていたのは体ではなく心だったようです。ベッドに入り目を閉じると、彼との楽しかった日々や別れの日のことが脳裏に浮かびました。当然なかなか寝つけなくて、布団の中でただひたすら眠くなるのを待っていました。オレンジ色の薄暗い電灯を見つめ、頭の中を空にしました。するとようやく眠気がさしてきて意識が遠のいてきました。どこかで人の声が聞こえます。隣で寝ている妹の声とは違うように思いました。耳を澄ますと10人くらいで話している感じがします。私はようやく眠れそうだったので気にせず寝ようとしました。その時です。布団の上に変な重みを感じました。何だろうと思い目を開けると、誰かの手が私の両肩を押さえつけているのです。だんだん押さえる力が強くなり、布団の中にめり込んでいく感じがしました。私の呼吸は次第に荒くなり、息が止まると思った瞬間、急に力が抜けていったのです。
おぼろげな意識の中で私は部屋の真ん中に自分を見ました。私の意識はその時点で目の前の自分に映っていました。私は部屋の西側にある窓の方へ振り返りました。すると窓越しにゆらゆらと揺れる黒い影が見えたのです。どうやら人の影のようです。さらに部屋の入り口には漫画から抜け出たようなライオンの影が見えました。おそらく普通の精神状態ではなかったのでしょう。この時は妙にこのライオンが可愛かったことを覚えています。こちらを見つめるライオンに私は手を差し伸べて呼び寄せようとしました。その瞬間、ライオンはものすごい勢いで突進してきました。私は吹っ飛ばされベッドの向こう側へ落ちました。その時に妙な空間に落ちていく感じがしたのです。とにかく落ちていくのです。どこまでもどこまでも。なるみー。私は落ちていく意識の中で隣に寝ているはずの妹の名を叫んでいました。あたりを見渡すと何事もなかったように静まり返っています。すべては夢だったのでしょうか。不安を抱きつつも私はほっと胸をなで下ろしました。でもさっきの出来事が頭から離れることはありません。私は手を伸ばして妹の手をつかみ頬にその手を当てました。その時の私にとって人のぬくもりは何よりも心を落ち着かせました。私は妹の手を強く握りしめました。少し落ち着いた私は妹の手を布団の中に戻しました。その瞬間、まだ自分がさっきの世界にいることに気がつきました。なぜなら、その手は手首だけなのです。私はその手首を床に投げました。そうするしかなかったのです。その場を逃れるにはそれしか。その手首は床を張って布団の裾を握りしめ、ベッドの上に登ってきました。一歩、また一歩と。私は意識を失っていたらしく、気がつくと朝になっていました。随分とうなされていたようで、朝食の時に心配した母親が声をかけてきたくらいです。あの時の出来事は夢なのか、それとも現実なのか、私には判断がつきません。後日、いろいろと調べ回ってみたのですが、結果は同じでした。思い返しても恐ろしい体験ですが、その後は何も起こっていません。また、あの体験のせいで特に不幸があったかというと、今のところありません。どちらかというと、幸せな毎日を送っていると思います。やっぱり、心理的なものが原因なのでしょうか。今でも私は不安です。まあ疲れていたんで怖い夢を見たんでしょうかね。キラさんなら手首大好きですから。200個目されし。さあどんどんいきましょう。じゃあ次ドン。お化け見た人がいる。体育倉庫の会、大阪府の坪山優子さん。まあドラクエは手にいっぱい押さえますね。 RPG はね。今年の春、私が卒業した中学校は創立159年の歴史を持っている木造建築の古い学校なのですが、ちょうど2年前ちょっと変な体験をしたのです。当時私はバレーボール部に所属していました。その体験は私たちにとって最後の試合となる地区大会の前日に起こりました。その日は翌日の試合に備えて帰る時間も忘れ練習に没頭していました。そしてそのまま体育館に泊まることになったんです。監督が宿直室に戻った後、私たちは開放感でいっぱいになり眠るどころではありませんでした。私たちは深夜1時頃まで話に花を咲かせていました。夜は長く雑談にも飽きてきた頃、部員の一人が肝試しをやろうと言い出しました。夏の暑い最中だったので、そんな話題がぴったりでした。その場で肝試しに参加する人を募集したところ、5人が手を挙げました。私は奇数は縁起が悪いと思い、親友の稽古を誘いました。稽古は怖い話や暗い場所が嫌いで、
もちろん最初は断りました。けれど、私は友達4人と稽古を強引に誘い、体育倉庫へと足を運んだのです。肝試しの内容はというと、じゃんけんで負けた順に体育倉庫の中に入り、もう一つの出入り口から出てくるというもので、一人が入って出てくる時間はわずか30秒ぐらいしかかからないのですが、手軽で割と怖い肝試しとしては良い内容だったと思います。でも、稽古だけはたとえ30秒の肝試しとはいえ怖くてたまらなかったらしく、今にも泣き出しそうな顔をしていました。大丈夫やって、稽古言うたらほんま怖がりやな。だって。私たちが騒いでいる間に一人目が出口から戻ってきました。正解！ほら帰ってきた。たった30秒の我慢やん。稽古は私の慰めなど聞く余裕がなかったのか黙っています。そして顔を上げたかと思うと、すごい形相で私を睨むのです。私は肝試しより稽古の顔の方がよっぽど怖いと思いました。で、どうやった？全然怖ないわ。こんなの肝試しにならへん。戻ってきた友達の言葉にも稽古は動じる気配がありません。ほら、次稽古の番やで。頑張りや。じれったくなった私は無理やり稽古を体育倉庫の中に押し込みました。はぁ、優子たちは薄笑いを浮かべ、私を体育倉庫に閉じ込めました。私は怖くてたまらず扉の前でしゃがみ込んでしまいました。体育倉庫の中は湿った匂いと生暖かい空気に包まれていて、窓からは月明かりが差し込んでいました。でもほとんど足元は見えません。私は仕方なく奥にある出口を目指しました。一歩二歩と先に進んでいくと、マットやバスケットボールなどが所狭しと置いてあるのが見えます。だんだんと目が慣れてきたせいか、右奥にある出口が見えてきました。あそこや。私は走って出口に向かいました。突然体が動かなくなり、足元が冷たくなりました。なんで体が動かへん。私は金縛りにかかっていました。私はどうにかして走ろうと足を動かしたのですが、足の裏が床から離れません。そして体はどんどんと冷たくなっていくのです。痛い。なんやろこの痛寒い感覚は。私は足元の異変に気がつき、下を見ると信じられない光景に絶句しました。遅いなぁ、何してんやろ。途中でお漏らししてるんとちゃうか。稽古は5分も経つというのに体育倉庫から出てきませんでした。稽古、どないしたん。稽古が体育倉庫から泣きながら出てきました。てが、よさの手首は足の足掴むで。嘘やー、ほんまやで。私たちは恐怖心が稽古に幻を見せたのだと思い、そんな話など鼻にもかけず笑い飛ばしました。ほんま怖がりなんやから稽古は。どないしたん。突然横にいた友達が悲鳴を上げ、その場は恐怖に包まれたのです。私たちは身を寄せ合いました。稽古の足首にはたくさんの手の跡がくっきりと刻印されていたのです。稽古、どないしたんや、そのあざ。あの時や、あの時の手や。それから半年後、稽古の足をつかんだ手の正体が何だったのか分かりました。昨年の春、あの倉庫の取り壊しがきっかけとなったのですが、その下からはたくさんの白骨死体が掘り出されたそうです。その人たちは稽古に助けを求めていたのかもしれません。墓場だったんですかね。はい、次はちょっとここに行きます。
老木の最後、静岡県 YT さん。それはなぜですかね。私は高校2年生の女の子です。以前から霊体験のようなものはあったのですが、これからするお話は私の体験の中でも珍しいものなのです。とある日曜日、家には私だけしかいませんでした。家族はみんな出かけてしまって、私はお母さんから留守番を頼まれていました。留守番といっても何もしないでいいわけではありません。家中の掃除はもちろんのこと、食事も自分で作らなければいけませんでした。慣れないことは無理してするものではありません。朝早くから忙しく働いていた私は疲れてベッドに横たわると、そのまま眠ってしまいました。とても嫌な感じの音で私は目を覚ましかけました。まだ眠いこともあって半分眠った状態で、うるさいなぁと思っていました。何この音、もうやめてよ。次の瞬間、私は鈍器で頭を殴られたようなショックを感じ、今度は完全に目が覚めました。物が落ちてきたわけでもなく、ましてベッドから落ちたわけでもありません。でもそれが夢ではない証拠に、私は頭に痛みを感じていました。何なのよ、何があったっていうの。私にはこの痛みが一体どういうものなのか理解できませんでした。私は不快な気分を紛らわすために、風にでも当たろうと窓の方へ歩いて行きました。そして窓の外を見たとき、全てを理解することができました。それは古くからこの土地に根付いていた精霊の断末魔の叫びだったのです。幼い頃一緒に遊んだ私に自分の死を告げたのでしょうか。私が見たもの、それは区画整理という名目のため無残にも切り倒された桜の老木だったのです。桜が切り倒された後には人間のための駐車場ができました。あんな体験をしたからというわけではありませんが、人間の勝手な都合で失われていく生命がきっとどこかで毎日のように悲鳴を上げているのだと思います。ラスさん、ありがとうございます。木を切るときはね、怖いって言いますからね。はい、はい、じゃあここら辺が一回だったね。桜の下にはね、小仙峡の会、東京都 MS さん。あ、これはヘッドホンですね。ヘッドホン 3D サウンド、 3D ヘッドホンサウンド。突然予期せぬ出来事に見舞われ死を迎えたとき、人はその瞬間に一体何を感じ、何を思うのだろうか。突発事故などで不幸にして亡くなった人の場合、自分が死んでいることに気づかず、事故のあったあたりを霊となりさまようことがあるかもしれない。ある夏の日、牧子は友人と小仙峡というところへハイキングに出かけた。久しぶりに山の澄んだ空気を吸った牧子の表情は明るい。切り立った渓谷の下を流れる川のせせらぎ、風にそよぐ木々の葉のざ、木々の葉のざわめく音、都会の喧騒を忘れさせてくれる山のさまざまな風景、彼女たちは時間を忘れ楽しんでいた。気がつくと空は美しい夕焼け色に染まり、ここまで乗ってきたバスの終点からかなり入り組んだところまで来てしまっている。あ、いけない、最終バスが来る時間だわ。こういうところの交通は終わるのが早く、まだ夕方5時過ぎだというのにもう最終バスの時刻だ。最終バスを逃すと麓の町まで小1時間かけて歩いて降りなければならないため、2人は疲れた体に鞭を打ち停留所へと走り始めた。停留所まであと少しというところで来た、ところまで来た2人は前方にバスの姿を見つけると走る速度を上げる。だが2人の必死の走りも虚しく、バスは行ってしまった。信じられない、行っちゃった、しょうがないね。
歩こうか。そうだね、もう少し早く戻ってくればよかったね。二人は歩き始めた。山あいの道をとぼとぼ歩いているうちに辺りが暗くなってきた。夜の山は昼間の風景が嘘に思えるほど不気味な顔を覗かせる。とその時、二人が降りてきた方向からかすかにエンジン音が聞こえる。後ろを振り返ると確かに車がこちらへ走ってきていた。近づいてくるその車はバスだった。なんだ、まだバスがあったんじゃない。ねえマキコ、乗せてもらおう。二人はバスに向かって大きく両手を振った。バスのヘッドライトが二人にぐんぐんと近づいてくる。二人は手を振り続けているが、バスは一向にスピードを落とす気配がない。気づかないのだろうかと、さらに激しく手を振る二人の前をバスが通り過ぎていく。車内を見た二人は突然振っていた手をピタリと止めた。異様な光景だった。車内は青白く光り、乗客の顔までよく見ることができた。おかしいのは、乗客のすべてが席に座らず立っていること。そして手のひらを窓に押し当て、血走った目で食い入るように外を見つめていることだった。バスはやがて闇の中に消え、二人は放心状態で山を降りた。おかしいなあ、そんな時間にバスが走っているわけないよ。ふもとに着いた二人は案内状を見つけると、そこにいた職人にこう言われた。誰かに話を聞いてもらわないと耐えられないほど恐怖感に駆られていたのだ。バスの様子を詳しく説明すると、職員の顔色が変わってきた。それ何年か前に転落事故を起こしたバスだよ。きっと乗客全員死んじゃってね。そうか、迷ってるんだね。かわいそうにな。二人はその話を聞いて、体から力が抜けていくのを感じた。もし彼女たちがそのバスに乗っていたとしたら、一体どこへ連れて行かれたのだろうか。いや、逆に止まってくれなくてよかったですね。止まっちゃったらちょっと怖いことなんで。F1 も走ってないですね。もうね、F1 ドライバーは安全運転。はい、ここら辺ですか。心霊現象マップ。238コメントに、じゃあ、魔の踏切。リポート。自殺の名所というのは、私たちの身近にもたくさんありますが、ここもその一つです。大宮駅に近い歩行者専用のこの踏切は、憩いの踏切と呼ばれています。実は、この普通の踏切がたくさんの人の命を飲み込んできたのです。大宮に住む高校生の杉田君は、友人宅からの帰り道、ここで恐ろしい体験をしました。時刻は真夜中の2時をすっかり過ぎていたので、杉田君は近道のために憩いの踏切を通ることにしました。おや、こんな時間に女の人が。踏切の向こう側に白い洋服を着た髪の長い女の人が立っているのです。うつむいていた女の人は杉田君に気がついたのか、顔をスーッと上げると、真っ白い顔の上に開いた傷口のような赤い唇でにやりと笑いました。そして彼に向かって手招きをするのです。なぜか杉田君は意識が薄れてきて、危ない、その声で我に返った彼は、自分が遮断機の降りた踏切の中にいるのに気づくと慌てて飛び出しました。その直後、杉田君の目の前を回送電車が走り去っていったのです。声をかけてくれたのはたまたま通りかかったおじさんでした。もうあの女の人の姿はかき消えたかのように見えなくなっていました。ここの踏切で自殺した女性だったのかもしれません。この世に未練を残した霊が寂しさのあまり他の人を誘うのでしょうか。アクセス。
徒歩 JR 大宮駅から約5分。ポイント、恐怖度、水玉、雰囲気、水玉、目撃例、水玉、呪われ度、四つ玉、トータル、水玉。お、結構高得点、結構呪われやすい。夜中この踏切で白い服の女性を見かけたら見つめないでください。夜中にね、ちょっと通るときは気をつけましょう、この近辺の方。はい、第35話いきましょうか。空白の時間、北海道 KM さん。私は中1の時から腎臓を悪くして何度も入退院を繰り返しています。不思議なこともいろいろありましたが、世に言う臨死体験をしたのは私が高1の時でした。今まで入院していた病院から新しい病院に移ってきた最初の夜のことでした。その日はなかなか寝つけず眠くなるのを待っていました。最初はベッドのきしむ音かなと思ったのですが、それにしては音が大きすぎるし、体を動かしていないのに音がするなんて変です。私は気味が悪くなり体を起こそうとしたのですが、なぜか私の体は全く動かなくなっています。助けを呼ぼうとしたその時、体がスーッとベッドを通り抜けて下へ下へと落ちていくような気がしたのです。そう、まるで地獄の底へと引きずり込まれる感じでした。いやー、どのくらいの時間気を失っていたのでしょうか。気がつくと自分の他には何もない真っ白な世界に倒れていました。誰か、誰かいないの？お願い、返事して。誰もいない白い世界に耐えられなくなった私は泣きながら走り出しました。果てしなく続く真っ白な世界を走り続けているうちに、突然左胸を激痛が襲い、その痛みのあまりつまずき倒れてしまいました。苦しみにあえいでいると、今度は服の襟がものすごい力で引き上げられました。見ると白い着物の老婆が私の首を絞めているのです。助けねー、なんか。私は心の中で必死に助けを求め続けました。どれくらいの時間が過ぎたのでしょうか。次に目覚めた時は現実の世界で、私は集中治療室のベッドの上に横たわっていました。両親の心配そうな顔を見てほっとした気持ちになりました。その夜から心電図をつけられたままで4日ほど過ごしました。あの老婆は誰だったんだろう。それを思うと不安になります。本当に一時はどうなるかと思ったのよ。看護婦さんの話によると、あの時の私はかなり危険な状態にあったらしいのです。心電図を取ることができ、私もやっと一息つけました。病室に母が来て、手術の日が近いことを告げたのもその頃のことです。手術の前にある数多くの検査が私は嫌いでした。しかし母に励まされながら病気と戦い続ける決意を新たにしたのです。今日は10時から CT スキャンですからね。担当の看護婦さんに言われて、私は病院の地下にある検査室へと向かいました。この病院の地下に来るのは入院して以来初めてのことです。長い廊下を歩いていると、どこからともなくお線香の匂いがしてきました。病院の中でお線香を焚くところは霊安室しかありません。入院生活が長かったせいで私はそれを知っているのです。
霊安室はどこにあるんだろう。半ば興味本位で探し始めた霊安室だったのですが、その場所を知ったとき、私はあまりの偶然に声を失うほど驚きました。やだ、私の病室のちょうど真下。氷で作られた刃に背筋をスーッとなぞられたように体に霊気が走り抜けました。そしてそれを知って以来、私はこの病院にいることが怖くなってしまったのです。なんとか他の病院に移りたいと両親に訴えました。しかし手術前の不安感から取り乱しているのだと思って一向に聞き入れてくれません。こんな状況のまま数日が過ぎ、手術の日を迎えたのです。手術の当日は朝から嫌な気分が続いていました。やがて手術の時間になると、私は仰向けに寝かされたまま手術室へと連れて行かれました。手術室に入ると天井の照明が眩しくて思わず目を閉じました。それにも慣れて目を開けた私は、天井の照明を見た瞬間、心の中が恐怖で凍りつきました。私が見たものは照明に映った老婆の顔でした。それは真っ白な世界の中で私の首を絞めたあの鬼のような形相をした老婆だったのです。私は照明に映る老婆の存在を必死に訴えるのですが、誰も聞いてはくれません。やがて麻酔が効き始めたのか、意識が次第に薄れていきました。どのくらい経ったのでしょう。目が覚めたとき、私が見たものは想像を絶する光景でした。それは手術台に寝かされている私自身だったのです。私あれは、あれ私だわ。突然看護婦さんが驚いたように何かを伝えると、手術室は急に慌ただしくなりました。私危ない状態なの。そう思って私自身を見つめていました。そのうちなぜか胸のあたりが急に苦しくなってきたのです。そして助けを求めようとした瞬間、私は暗闇の向こうからあの老婆がこちらへ近づいてくるのに気づいたのです。私はうすうす老婆の正体が何であるか気づいていました。きっとこの病院で亡くなった人が現世に念を残し自爆霊となったに違いありません。私を引き入れるつもりなんだ。ゆっくりと、しかし確実に私の方へ近づいてくる老婆を見て、私は確信しました。どうしたらいいか分からず、あてもなく心の中で助けを求めることしかできません。老婆はすぐそこまで来ています。その時でした。戻りなさい。自分の体に戻りなさい。私の背後からかすかに声が聞こえてきたのです。声の方を振り向くと、見知らぬ女の人がいるのです。白いドレスを着た髪の長いその女の人は、手術台に寝ている私の体を指さし手を取り、ゆっくりと私の体へ導いてくれました。まるで吸い込まれるかのように自分の体に入っていくことができました。自分の体に戻ると老婆の姿はすでに消えていました。私が目覚めたのは手術の終わった後でした。看護婦さんやお医者さんから危険な状態だったことを聞いても、私は全く驚きませんでした。それより、私を助けてくれた女の人は一体誰だったのでしょうか。ひょっとしたら守護霊様だったのでしょうか。ワンダさん、ありがとうございます。261コメさん、いらっしゃい。おっちゃん、クリアした。私は今も別の病院に入院しています。実はあの体験をしてから、私に不思議な力がついてしまったようなのです。例えば点滴が嫌で倒れてしまえと念じてみると本当にそうなったり、霊らしきものを見ることも多くなりました。今は早く元気になって退院することだけ考えています。病気が治ってほしいのは当たり前なんですが、本当は病院ってやっぱり怖いから。いやー、まあでも点滴倒したら治るものもね、治らなくなっちゃうんで、点滴を倒すのはやめよう。ちょっとね、ここでちょっと喉が渇いたのでお茶を補給に行ってきますんで、しばらくお待ちください。
はい、お待たせしました。それでは再開しましょう。第36話。あ、稲川さんです。スペシャルストーリー、あ、ちょうど稲川さんのスペシャルストーリーだったんで、これかけながら行けばよかったですね。途中で叫ぶ人、私は本当です。もうこれもだいぶ前の話なんだけども、もう全然キャンプ慣れてないんですよ。でこれこいつのなんで、私もキャンプ慣れてなかったんだけど、何度かやったことあるんですが、そんな中持ちなんですけど、どこへ行ったやらまあ分かりませんが、多分まあ東京近郊の山だったんでしょうね。出かけたわけで、で素人のくせしてテント張って生意気にその中に入ってたわけですよね。やっぱり寝るったって普段慣れてませんから、どうもうまく寝れない。そのうち疲れてて薬で寝込んじゃったんですね。夜中に寒いんで目が開いた。隣にいるはずの友達がいないんで、あいつどこ行ったんだろうなと思った。で小便でもしてんのかなと思ったら、向こうの方からカシッザカッザカッカシッザカッもう乗ってんだと。それにしても随分帰ってくるのが遅いんで気になっちゃった。でテントから出て名前を呼んだんだけども返事がない。でも確かに向こうの方からカシッカシャッザケッなんか掘るような音がするんで、音のする方へ行ってみた。なんだろうな。そうすると夜の月明かりの中に行って、山のそのへりんとこなんだそうですが、かなり高いところだと思って友達の影が動いてる。あいつだって、おいおいおいって呼んでも見向きもしないで、気持ち悪かったので自分行ってみたの。何やってんだお前、ぼーっと覚めてこっち見るんだそうですよ。おいほらおい、何やってんだよ。おあうん、この人がさ穴掘れってから穴掘ってんだ。この人誰だよ、ほら言うんだそうですよ。お前夜中に穴掘ればかいねえぞ、来いよ。見たらかなり深く穴掘ってたんですね。でその時にこの人って言ったそばを見たらば、不思議なのがもう一人まるでいたかのようにそちらに土が乗ってあった。気持ち悪いが、おい、行こうよ、行こうよ、言って連れてきて、でそいつも寝ちゃった、自分も寝ちゃった、朝になっちゃった。もう、すっかり次のことは忘れてるわけで、昨日のことなんだね。お前、ダメだよ、昨日お前穴掘ってて気持ち悪いな、お前は。言って、うん。って、まあ、全然何もなく、キャンプを楽しんで、ね、物作ったり食ったりしてやってたの。で、またまた夜になって、じゃあ寝るぞってことで寝るんだ。で、寝てるうちにまたふっと目が開いて、ひょいと見たら、いない。あのバカまたどこ行っちゃったなと思って、そうでで様子が鳴ってると、確かに向こうのでキャインカチンっていうような音がする。でザラザラって音がする。おーいおーいって見ながら昨日のその場所行ってみた。案の定誰かが一生懸命スコップで持って今度は土を戻してる。おーいおーいおーい近づいてったら、そのシルエットがなんか違うの。あれと思っておーいって言ったら、それでくるっと見てさっていなくなっちゃった。なんだーと思って見てみたら、穴に腰まで埋まって友達が立ってるんですよ、穴の中に。お前何やってんだよお前、土かぶったの死んじゃうじゃねえかって言ったら、うんって見た目が点になっててほとんど意識がない。あんた来いあんた来いって言って、それと引っ張ってあげて連れてった。全然意識がない。もうこれよくないから場所変えようやって、テントを変えて、まあ一晩今日送ったら明日降りようやという話で、でずっとその日は気になったもんだから夜もほとんど寝ないで友達の方見てた。夜中になったら風が吹いてくると一緒になんかこうっと声がするんですよ。遠くの方からおーいおーい呼ぶんだそうですよ。おーい友達がムクッと来たんで、行くんじゃないよ行くんじゃないよ絶対に。何が言ってたか知らないけども、お前な行くんじゃない、行ったらお前絶対殺されるぞ。さすがに怖いもんだから、彼もブル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 震えたき、ありったけのもん周りにかぶってずーっとテントなんて起きてた。ところが友達の方はうっつらうっつらうっつらっつらして寝ちゃったの。そうなるとこっちも安心するもんだから、じゃあ寝ようか、うつらーっと長いこと起きてたんで、やっぱり疲れが出てきたんでしょうね。ふわーふわーっとして眠くなっちゃった。
テントのすぐそこで持って、おいって言うんだぞ、おいって言うんだぞ、自分ら二人しかいないんですよ、おいって言うんだ、おっと思って見た、おそろそろテントの外に行くと誰もいない、でもすぐ近くで、おいはいって見たら、テントのすぐそばのところにちょうど地面から鼻から上だけ出した方が埋まってて、目がこっち向いて、おい出してくれよ、296個目線でした。出したんでしょうかね、稲川さんは。出さなかったのか、出したんでしょうか、出さなかったんでしょうか。トモモさんいらっしゃい。はい、じゃあ行きましょうか。ちょっと相手のここかな。トンネルの中で、東京都ペンネーム松竹梅さん。先輩の関口さんが4年前に体験したお話です。それは夏休みに友達6人と伊豆へ行く途中の出来事でした。先輩は自分の車に1人で乗り、あとの5人はワゴン車に乗って午後8時に東京を立ちました。東名高速を走って箱根に着いた頃、30キロの渋滞に巻き込まれ、やむなく山道を回って伊豆へ行くことにしました。渋滞を抜け出し山道に入る頃には11時を回っていたそうです。その辺りはトンネルが非常に多く、舗装された道はほとんどありませんでした。その道で先輩は少し変な感覚に襲われたそうです。それは曲がりくねった道を抜けて3つ目のトンネルに入った時に感じた嫌な寒気でした。でもその時先輩はあまり気にせずに運転に集中していました。しばらくすると車は山道を抜けて大きな国道に入りました。それから1キロほど走り、左側に目を移すと300メートルくらい先にジュースの自動販売機が見えたそうです。先輩はパッシングで合図しました。そこは小さな休憩所になっていて、合図を受けた友達はそこに車を止めて休んでいました。車を降りると先に着いた友達がタバコに火をつけていました。どうやら最後の一本だったようで、他の友達は物欲しそうな目でそのタバコを見つめています。先輩は自分もタバコを切らしているのに気がつきました。先輩はさっき寒気を感じたトンネル前にタバコの販売機があったことを思い出しました。みんなでじゃんけんをした結果、先輩が行くことになりました。仕方なく先輩は6人分のタバコを買いに2キロほど前にあった自動販売機まで戻ることになったのです。先輩は車を飛ばし、先ほど通ったトンネルを抜け、自動販売機でタバコを買いました。そして再びそのトンネルに入ったのです。トンネルに入った瞬間、変な声が聞こえてきました。先輩は何気なくバックミラーで後部座席を確認しました。しかし誰もいません。車には先輩の他に誰もいないのですから当たり前です。今度ははっきりとした声が先輩の名前を呼びました。先輩はもう一度バックミラーで後部座席を確認しましたが、やっぱり誰もいないのです。出よう、早くこのトンネルから。アクセルをいっぱいまで踏み込んで急いで出ようとしました。気が動転していたのか、全く気づかなかったのです。そこが急カーブだったこと。先輩はとっさの判断でハンドルを左へ回し、急ブレーキをかけました。車はガードレールに沿って衝突し、15メートル先で止まりました。ガードレールの下は落ちれば命の保証などない深い谷底が口を開けていたのです。間一髪でした。危なかった、もう少し遅かったら。
先輩はほっとして汗を拭いました。その時、誰かが先輩の耳元で悔しそうに囁いたのです。まるで先輩を獲物に狩りでもしていたかのように。チキショウめ。以来、先輩はそのトンネルには近寄らないように心がけ、伊豆方面に向かうときにはいつも遠回りをするそうです。皆さんもトンネルを抜けるときは気をつけてください。見えない何かがあなたを狙っているかもしれませんから。関口さんはなんとかね助かりました。バーストさん、落石注意さんいらっしゃい。はい、じゃあどきますか。38話。気をつけろ。まあそこでね、はい、緩めていればよかったでしょうね。怖がらずに。真夜中の病棟、神奈川県森山茂子さん。病院、そこには人々の喜びや悲しみ、そして生と死、さまざまなドラマが毎日のように起こっている。そういった話の中には不思議な出来事や霊にまつわる話などが数多くある。神奈川県の森山さんが聞いた話もその中の一つと言える。森山さんの友人である美穂さんは監獄の見習い期間中にとある病院で働いていた。この話は美穂さんがその病院で体験したことである。金平さんいらっしゃい。さてと、病棟の見回りに行きましょうか。先輩の看護婦に言われた美穂は、二人だけで暗くて広い病棟を見回るのかと先輩に尋ねた。何言ってんの、見習い期間が終われば一人で行くのよ。美穂は看護婦という職業がいかに大変か改めて教えられた気がした。先輩と病棟の見回りを始めると、静まり返った廊下が妙に不気味に感じて、美穂はなるべく前を見ず先輩の足元を見ながら歩いていた。夜の病院って結構不気味なんですね。そうね、でも慣れればどうってことないわよ。そんなものなのかなと美穂は思う。しばらく見回りを続けていると廊下の隅に人影が現れた。気がついたのは美穂である。彼女にも少し余裕が出てきて前を見ていた証拠だ。あ、患者さんだ。こんな時間になんだろう、トイレですかね。先輩は美穂の問いかけには答えず、患者の方を見ている。美穂も仕方なくその患者に目をやった。患者は二人に向かって歩いてくると微笑みながらペコリとお辞儀をした。美穂が先輩を見ると患者にお辞儀を返している。美穂もそれに倣って慌ててペコリと頭を下げた。患者は二人の横をすり抜けてスーッと音もなく歩いていく。美穂がこの先の廊下が行き止まりであることに気づくまでそれほど時間はかからなかった。先輩、この先行き止まりですよ。注意してあげなくていいんですか。先輩が黙ったままなので自分が教えてあげようと思ったその時、ダメよ今振り向いちゃ。静かだが力のこもった声で先輩が美穂に耳打ちをした。驚いて理由を聞いた美穂に先輩は、あの患者さんね、昨日の夜亡くなってるの。それを聞いた瞬間、美穂は恐怖のあまり腰の力が抜け座り込んでしまった。その後美穂は性看護婦となり仕事に追われる日々を送っている。だがあの時振り向いていたらどうなったのか美穂は怖くて未だに先輩に聞いていない。あの患者さんはおそらく亡くなってから世話になった先輩にお礼を言いに来たのだ。そう考えるとちょっとは怖さが和らぐのだが、はい、本編の話と絵はね全く関係はありませんでした。315個目さんいらっしゃい。はい、ろうそく消えてないところどこですかね。ここら辺消えてませんね。そうですね、今のね。
闇からの電話、兵庫県 KO さん。これは私の友達のアキコが体験した話です。アキコは以前から一人暮らしを親にお願いしていました。その願いがやっと叶い、駅前のアパートに引っ越しました。そして女の子の必需品である電話をやっとの思いで引くことができたのです。この電話がことの発端になるとは知らずに、その日アキコが駅前のデパートで電話機を買って、アパートに戻ってきたのは午後8時50分くらいでした。電話機をつなげ接続の確認をしている頃には9時ちょうどになっていました。アキコは一番初めに誰へ電話しようか悩んでいました。するとかけるより先に電話が鳴りました。アキコは初めての電話にワクワクしながら受話器を取りました。もしもし、誰？記念すべき第1号は。ここは暗くて狭い。ここは嫌だ。不運にも最初にかかってきた電話はいたずら電話でした。アキコは驚いたのと同時に気持ちが悪くなり、すぐ電話を切りました。そして怒りよりもついてないと思う方が強く、その日は気にせず寝たそうです。それから1週間後、私はアキコと会うことになりました。アキコはげっそりとした顔をして、私の話など上の空といった様子でした。私は何か困っていることがあると思い、その訳を尋ねました。するとアキコは重い口調で毎晩かかってくるいたずら電話のことを話してくれました。私、電話番号変えようと思っているんだけど、手続き面倒？ダメよ、そんなの泣き寝入りじゃない。そういう悪いやつは徹底的に懲らしめないと。私にいい考えがあるわ。私は面白そうだったので、アキコにある提案をしました。刑事ドラマでよく見る逆探知機でいたずら電話の犯人を捕まえてみようと思ったのです。私は嫌がるアキコを何とか説得して一人で盛り上がっていました。それから3日後、私たちは冗談で警察に連絡したのですが、本当にアキコの家に刑事さん2人と警察官数人が来てしまいました。当時、電話を使った不正な勧誘事件が多発していて、その摘発に警察が動いたのです。アキコも私もここまで話が大きくなるとは思ってもいませんでした。でも、私たちの思いとは無関係に、アキコの電話機には大きな機械とヘッドホンがつなげられ、刑事さん2人が待機することになりました。ドラマのような出来事を期待していたとはいえ、実際にそうなると緊張するものです。電話のベルが部屋中に響きました。部屋に一瞬緊張感が走りました。隣にいた刑事さんがアキコに合図しました。アキコは震えながら受話器を取り耳元に当てました。ここは暗くて狭い。電話は例のいたずら電話でした。アキコはデカさんの指示通り電話をそのままにしておきました。もう一人の刑事さんが持っていた携帯電話が鳴りました。よし、わかった。至急現場に急行してくれ。犯人がどこから電話を…あ、違うわ。犯人がどこから電話をかけているのかわかったようです。なんと場所は六甲山で、山頂付近の公衆電話だというのです。10分後、また携帯電話が鳴りました。何？使われていないんだぞ。しかし、犯人の電話は続いています。中継機でリレーしているかもしれん。現場付近を徹底的に捜索してくれ。ここは暗くて狭い。現場の電話ボックスには誰もいませんでした。もちろん、電話を利用している使用しているはずがありません。でも、電話からは声が聞こえます。いや、絶対に近くにいる。私たちにはその言葉の意味がよくわかりませんでした。そんな状況で電話をかけるなんて想像がつかなかったからです。一方、六甲山では奇妙な出来事に異様な雰囲気が漂っていたそうです。そんな中、5、6人の警察官が辺りの林を調べていました。K
警部、ちょっと来てください。こちらに掘り返された形跡があります。電話ボックスから5メートルくらい離れた草むらで1箇所だけ枯れている部分を一人の警察官が見つけました。警部は不審に思いました。そしてすぐ部下にその場所を掘らせました。その場所の土は掘り返すたびに異様な匂いがしたそうです。死体だ。そこから掘り出されたのは男性の白骨死体でした。耳元に受話器を当て口をパクパクとさせながら、私たちが全てを知ったのはそれから数分後のことでした。最初その話を聞いたとき、私もアキコも信じられませんでした。よし、後の処理を頼む。電話ボックスの近くから男性の変死体が発見されたそうだ。え？アキコの使っていた電話番号は持ち主不明で電話局に返された番号で、もともとその男の人が使用していたものだったそうです。この男の人はきっと自分の電話に助けを求めていたんですね。きっと。はい、339個目線です。原因が分かっているわけですね、これはね。はい、40話、節目の40話に行きますね。まだ半分いってないですね。節目の40話は小入れだ。心霊現象マップ。今ならまあね、携帯電話がありますからね。まあ、携帯電話のなんかホラーありますよね、よくね。はい、池袋サンシャインビル。リポート。スガモプリズン、この名前を聞いたことがありますか？東京裁判によって裁かれた東条英機ら太平洋戦争の戦犯が収容されたのがこのスガモプリズンなのです。そしてその跡地に池袋で初の高層ビルとして脚光を浴びた池袋サンシャインビルが建てられました。このビルは当時日本一の超高層ビルとして話題をさらっていました。しかしその一方で妙な噂が流れていたのです。工事関係者が急に倒れたり、現場で助けを呼ぶ声が聞こえたりするというのです。広告代理店に勤める鈴木さんはここでこんな体験をしました。夜中までかかってしまった仕事を終えた鈴木さんは帰り自宅をすると、一人でエレベーターに乗り込みました。1階のボタンを押してしばらくすると、ボソボソと人の声が耳元でするのです。お前は誰だ？ここで何を？助けてくれ。気のせい。でも小さくかすれた声が確かに聞こえるのです。鈴木さんは途中の階でエレベーターを止め、慌てて降りると階段に向かって駆け出しました。ふと横を見ると、廊下の窓の外では、青白い男の顔がいくつもこちらを覗きながら、鈴木さんの走るスピードに合わせて空中を移動しているのです。そんなバカな、ここはまだ1階じゃない。階段を駆け下りた鈴木さんはやっとの思いでビルから出ることができました。鈴木さんはしばらく歩いてから恐る恐る振り返りましたが、そこには闇夜にそびえたといつも見慣れた高層ビルがあるだけでした。この他にもここではこういった体験や人玉の目撃例も数多くあり、ここに収容され処刑された戦犯たちの例の仕業ではないかと噂されているのです。アクセス。徒歩 JR 池袋駅より約5分。ポイント、恐怖度2玉、雰囲気2玉、目撃例人玉、呪われ度水玉、トータル2玉。8月の雨の降る日は
奇妙なことが起こる可能性が高いと言われています。344号線でした。ちょっとそんなで、まあ昼間は明るいでしょうからね、ビルですからね、はい、そんなに目撃例もなかったということで。まあそれはあの別のね、はい、一応ホラーですから。これもうサンシャインも老朽化が著しいですか。まあね、この当時の、この当時よりさらにまだね古い話ですからね。ベベン、お、またまた心霊現象マップ、心霊現象マップ。はい、四谷階段お祝いなり。リポート。階段話の決定版といえば鶴屋南北原作の東海道四谷階段です。この話はあえて紹介するまでもなく、お岩さんを主人公とした不義の夫伊右衛門とのおどろおどろした愛憎劇です。実はお岩さんにはモデルになった人がいて、そのお岩さんは信仰心が厚く生涯幸せに暮らしたとする説や、本当に四谷怪談のような出来事があったとする説など様々なのです。そのお岩さんゆかりの神社がこのお岩稲荷民谷神社というわけです。ここは怪談者を演じる歌舞伎役者や舞台関係者など芸能関係者が数多くお参りする神社として広く知られています。それはお参りを怠ると舞台で事故が起きたり病人が出たりするなど不吉なことが起こると言われているからです。しかし地元の人にはごく普通の神社として親しまれているようです。この場所が特別怖いというよりは日本人の心に強く訴える何かがあるのでしょう。悲劇の主人公であるお岩さんについて静かに考えてみるのもたまには良いのではないでしょうか。アクセス連続は初めてですね。自動車新宿通り新宿方向四谷三丁目右折信号三つ目右折二つ目左折徒歩 JR 信濃町駅から、地下鉄丸の内線四谷三丁目駅よりすぐと。ポイント恐怖度人玉雰囲気水玉目撃例人玉呪われ度うわ呪われ度5玉トータル水玉ということでね、演劇でするときは、お参りしないと必ず呪われるということですね。5玉ですから、はい、境内の玉垣に残る劇場劇団俳優の名前などをチェックしてみるのもいいでしょうですかね。劇団俳優の方きっちりお参りしてください。ここはね呪われ度は高いです。お岩さんですからね。今でもやはりね、お参りされてるんでしょうね。はい、じゃあ42は42読めましょうかね。ここだ356個目再生。ああ、2日連続で最近ちょっと喉がねそんなに良くないですからね。昔の動画を見るとね昔の声の方がちょっと若いですからね。やっぱりね闇の人形北海道匿名希望。私はよく金縛りにかかります。最近はその回数も多くなり金縛りの直前になると自分でもわかるようになってしまいました。あの体験をした時も私は金縛りが来ることに気がついていました。でも結局何もできないまま眠りについたのです。金縛りというものは何度体験しても慣れるということはなく、特に金縛りが来ると分かってベッドに入るときは嫌なものです。とはいえ数多い経験から私は金縛りにかかったときは目を閉じて何も考えないようにしています。これが一番効果があるのです。
かしその日はちょっとした異変が起こったのです。ベッドに入った直後、予想通り金縛りにかかったのですが、あれ、目が閉じられない。こんなことは初めてのことです。体は全く動かないのに目だけは周囲のものを見回すことができるのです。どんなに頑張っても目を閉じることができません。私は今まで味わったことのない恐怖に心臓が張り裂けそうでした。部屋の扉が開く音が聞こえました。廊下からこちらの方へ何かが近づいてきます。私はそれが母だと信じて必死に心の中で助けを求めました。お母さん、助けて、そばに来て、お願い。え、闇の中にぼーっと浮かび上がった影は私の母ではありませんでした。その影は薄紅色の着物を着た子供だったのです。私は乾ききった瞳でその子供を見つめていました。迫り来る恐怖に耐えようと必死にお経を唱えながら、生身だ仏。どのくらい時間が過ぎたのか分かりませんが、しばらくすると急にまぶたが閉じて目の前が真っ暗になりました。そして次に目を開けた時にはすでにその子供は部屋から消えてしまったらしく、金縛りも解けていました。翌日、私は母にその体験を話しました。母は私が何度も金縛りに遭っているのを知っていたのでさほど驚きもしませんでした。でも私は昨日の異常とも思える現象を考えると母に訴えずにはいられませんでした。母は私の気持ちが分かったのかうなずくように祖母を呼びました。というのも私の祖母は霊感の強い人で普段から霊現象の相談に応じたりしているからです。方法は相談者の手を取って目をつむるだけなのですが、祖母にはその人の抱えている霊の姿や気持ちが分かるのです。私は祖母に金縛りのことや昨日の夜に出た子供の霊のことを詳しく話しました。すると祖母は慣れた手つきで私の手を取り静かに目を閉じました。1分くらい経った頃でしょうか、祖母は重い口を開きました。あー、なるほどね。こりゃ昨日私のところにも来た子だよ。私は驚きながらも祖母の話に耳を傾けました。祖母の話によると、祖母が眠りについた午後11時ごろ、突然体が痒くなり何度も目を覚ましたそうです。誰だい。おー、こりゃかわいい。何か用があるのかい。聞いてあげるからお話ししよ。ここから出して。あら、かわいそうにね。それからね、早くおばあちゃん。私は祖母をせかして話の先を急がせました。それが何なのか知りたくて。すると祖母は優しく微笑み、私の後ろにある戸棚を指さしました。そこを開けてごらん。私が半信半疑戸棚を開けると、なんとそこから昨日の夜に私の部屋に出た子供とそっくりの薄紅色の着物を着た日本人形が出てきたのです。祖母が言うには、何の因果かその人形は水これいがついていたらしく、戸棚から出して供養すれば大丈夫ということでした。私は早速戸棚から人形を出し祖母に手渡しました。おや、こんなところに虫が。どうりで早く出してほしいわけだね。祖母は人形の背中を見て死んだ虫がいるのを見つけました。そしていたわるように虫を取ってあげたのです。こうしてその人形は供養された後、私の部屋の本棚で今もずっと静かに佇んでいます。私の部屋の守り神として。戸棚の中ですからね、ちょっとまあね。皆さんの家の戸棚の中には苦しい思いをしている人形はいませんか。早く出してあげないと怖い思いをするかもしれませんよ。戸棚の中なんですからね。日本人形あります。おばあちゃんのひたすら、いやないと思うんですけどもね。
ここはちょっと3本になるんだけど、ここ1本消しましょうか。未開封のフギアもね、出してあげないと。んー、ガンプラもどうでしょうね、出してあげた方がいいですかね。最後の買い物、東京都 TS さん。私の母は7年前に会社を辞め、骨董屋を始めました。可愛い小物だけを扱った小さな店なんですけど、なかなか忙しいみたいです。今でも結構流行っていて、日曜日になると近くの神社で飲みの市を開いたり、軽井沢で夏に開かれる市場に参加したりしています。これは去年の夏、母と二人で軽井沢へ行った時に、飲みの市の会場に来ていた、同じ骨董店仲間の山岡さんから聞いた話です。皆さんは骨董祭というお祭りをご存知ですか？毎年平和島の流通センターで開催されている骨董のお祭りみたいなものなんですけど、4年前、山岡さんはその骨董祭で不思議な体験をしたそうです。当時、山岡さんのお店ではタヌキの焼き物を売っていました。大きさは2メートルくらいあり、誰も買わないだろうと思っていたのですが、すぐに売れてしまいました。その大きな焼き物を買ったのは70歳くらいの老紳士でした。その人はそのタヌキの焼き物を家まで運んでほしいと店員に頼んだそうです。普通こういった催しは人手が足りないので配送などはあまりしないものですが、商品が大きいので何とか運んであげることにしたそうです。2メートルですからかなりでかいですね。配送は山岡さんの仕事でした。老人者は山岡さんに自宅までの詳しい地図を渡し、タヌキの焼き物の前でじっと物思いにふけっていました。山岡さんは早速タヌキの焼き物を送る準備を始めました。するとその老紳士はおもむろに飾り始めたそうです。昔おったんだが。は？いえね、これよりもずっと小さかったんじゃがね。昔って今は？庭の隅でずっと我が家を見つめておったんじゃが、誰かに盗まれてしまってな、代わりを探していたんじゃよ、代わりを。そうだったんですか。見つかってよかったですね。ああ。老紳士はキラキラと目を輝かして子供のように無邪気に答えました。山岡さんはよっぽどそのタヌキの焼き物には思いが詰まっていたんだと感じたそうです。明日には確実に届きますんで。そうですか。他に何か？あなたならお任せできます。よろしく頼みましたよ。そう言い残すとその老人士は一人人混みの中に消えていったそうです。翌日、山岡さんは注文の品を車に積み、昨日あの老人士からもらった地図を頼りに久保田という家を探していました。久保田家は意外に早く見つかったのですが、どうやらお葬式の最中のようなのです。しかし地図を見るとここに間違いはありません。いくら配送とはいえ、葬儀をしている家にタヌキの焼き物を届けるのは誰でも嫌なものです。でも山岡さんは仕方なく久保田家に入っていきました。すいません。はい。お買い上げのものをお届けに来たんですが。お買い上げのもの？当然久保田家の人たちはいい気持ちはしませんでした。誰が好んで葬儀の日にタヌキの焼き物などを注文するでしょう。何かの間違いじゃないのかね。そうだよ、きっと誰かのいたずらだよ。そんな、地図まで渡されているのに。確かにいたずらにしては手の込んだ地図だったようです。念のため久保田家の人たちは山田さんにどんな人が買いに来たか尋ねてきたそうです。山岡さんはあの老紳士の特徴を家族の人たちに説明しました。70歳くらいの男性で、顎ひげがあって、コートと帽子に茶色の杖。すると家の人たちは皆一斉に絶句してしまいました。しばらくして家族の一人が突然叫びました。おい、ばあちゃん呼んでこい。はい。奥から80歳前後のおばあさんがやってきました。山岡さんは持っていた地図をそのおばあさんに見せました。すると突然おばあさんは大粒の涙をボロボロと流し始めたそうです。
確かにあの人の字だよ。間違いないよ。あのタヌキはこの家を建ててすぐにじっちゃんが買ったものだったんだよ。大事にしとったのに先月盗まれてしまってね。元気になったら一緒に買いに行こうって言っていたんですけどね。そのおばあさんは泣きながらそれを買った老紳士と同じことを話していたそうです。山岡さんはそうようやく誰の葬儀が行われているか分かりました。老紳士は久保田さんだったのです。詳しくは分かりませんが、昨日のうちに事故か何かで急に亡くなったんだと山岡さんは思いました。山岡さんはタヌキを庭に運ぶと、これも何かの縁と思い、ご焼香をさせてもらいました。家を見ると確かに昨日の老紳士だったようです。昨日まではお元気そうだったのに残念です。あ、昨日、ええ、昨日久保田さんは胃がんだったらしく、1ヶ月前に入院してずっと寝たきりだったそうです。そして一昨晩息を引き取ったそうです。一昨日の晩ですって、それ本当ですか？はい、おたくさんももう少し早く届けてくださればね。それで昨日の老紳士は一体？ああ、あなたならお任せできます。よろしく頼みましたよ。どこからともなく聞こえた優しい声は山岡さんにそのすべてを伝えたようです。家を見ると山岡さんにだけは帽子を軽く上げた久保田さんの笑顔が映って見えたそうです。よかったですね、おじいさん。いや、いい話ですね、これはね。妙に。まあ、2メートル。元はちょっとちっちゃかったんじゃないですかね。なんか、2メートルじゃなかったらしいですよ。私はこの話を聞いて、なんだか胸の奥が熱くなってしまい、涙を流しました。とってもいい話です。骨董品には一つ一つに使っていた人の思いが込められていると言われていますが、この話を改めてそんなことを実感させてくれますね。山岡さん、いい人ですね。いやー、いい話だ。あと1本いけますかね。あと1本ぐらいですか。じゃあ本日ラスト44話、ラストはここだ。いい仕事してたタヌキです。いくらだったんですかね。ラストエピソード、あっと、ラストエピソード、学校の七不思議。今日最初ですかね、学校の七不思議。じゃあ理科室行きましょう。理科室、理科室、学校の中で一番不気味な場所。薬品臭い匂いが教室に充満し、棚にはホルマリン漬けの蛇やトカゲが立ち並び、準備室の隅には骸骨の模型が立っている。怖い噂話のない方が珍しいというくらい嫌な場所です。神奈川県のある中学校では、冬に理科室を掃除していると必ずカエルの鳴き声が聞こえてくるのです。こんな真冬にカエルなんておかしいなと思い、辺りを見渡すと一つだけ色つやの良いホルマリン漬けのカエルがあって、そのカエルを見つめていると、カエルの首がぐるりと回り、ケロケロと鳴くのでした。また広島県のある小学校では、夜中になると校内をカタコトと音を立てて歩く人がいるそうで、先生たちの間でも噂になるくらいでした。そんなある日、宿直だった教育実習生がその足音を聞きつけて、後を追ってみると地下の理科室で足音が途絶えました。恐る恐るドアを開けて電気をつけると、骸骨の模型がアルコールランプを持って立っていたそうです。地下に理科室がある怖い学校があるんですね、はい、この学校にも昔からささやかれている噂があります。20年以上前、当時理科を担当していた先生がいました。その先生の授業では、カエルかマスの船の解剖しかなく、毎回メスを握らされました。ある日のことです。実験台にいつもと違うものが載っていました。それも隣の友達とは形が違うのです。何だろうと思って先生に質問してみると、ニヤッと笑いながら、人間だよと答えました。それ以来、この理科室には解剖された小動物の幽霊が出るようになり、ごくまれに切り刻まれた人間の幽霊も見られるそうです。
きっとここには死んでいった者たちの怨念が残っているのでしょう。もしかしたら何か映るかもしれません。写真を撮ってみましょう。はい、じゃあ写真を撮ってみましょう。またしてもね、アンケコーナー、怪しいと思う場所にピントを合わせてシャッターを押してください。左側、真ん中、右側、3箇所ですね、まだね。はい、これは犯人が先生でしょうね、今のはね。左側はこの、一番こうね、手前、棚側の机、真ん中はちょっと奥ですね。奥のこのまだね、前の。こちら側はちょっと、明るい側のですね、右側ね。この3択でございます。どこにピント合わせてシャッターをね、押せますか。あなたならどうする。さあ、皆さんは霊感が強いのか低いのか。でくでくでん。いや、1位抜けですよ。霊感を信じてください。右側が、皆さんの霊感がね。はい、じゃあ右側行きましょう。はい、お、猫が映ってる。うっすらと猫が映っていますね。カエルや船だけではなく猫まで解剖されていたのでしょうか。きっとこの場所にはその念が残っているのでしょう。当たりですね。人間のように言葉や感情で自分の気持ちを訴えられない動物たちはこうして私たちに悲痛を訴えているのかもしれません。去年は何も映らなかったですかね。確かに去年よく覚えてますね。去年覚えもすっかり忘れてました。はい、というわけで今夜の、百物語は終わりでございます。また明日ね、できましたらやりたいと思います。お盆スペシャル PC エンディング百物語、本当にあった怖い話は、また明日、明日は45話からです。さようなら。語りは夏川淳二でした。はい、おつでございました。おつでした。おつでございました。おつだな、怖いな。おつです。爆発お野菜の抜くはずじだった。おつでした。はい、433個目さんもおつでした。